腹すいた。誰かさんのせいで雨に打たれて。はぁ、俺のせいでそんな雨とか降らねえし。あ、やっぱりそっか。雨男だった。ケンタッキーを外で行こうって思って、そうそう、買ったのにさ、なんか急に雨降ってきてさ、結局さ、うん、1時間ぐらいこうやって持ってさ、うん、上野公園でね、食べようと思ってたのにね。食べて。いただきまーす。じゃあこれで食べたい。うん、俺も。これさ、なんかつける？ソースとかかけたら美味しそうや。ハンバーガー。ふんふん。うん、まっ。めっちゃうまいね、これ。やってみて。うん。これも好きだ。かけていい？うん。うん。あぶー。めっちゃうまい。うまい。好きな部位食べて。骨ないの、どれ？え、全部骨あると思う、多分。なんか、ラップに巻いて、トースターで焼くといいんだって。あ、リンゴ湯ね。俺、なんつったの？ラップ。かわいい。うんうん。いい感じに温まってるよ。全然。え、マジで？うん。いいよ。ほんと？うん。なんだこれ、腹いっぱいになる。ああ。合うね。うん。ジュースと合う。炭酸のジュースとめっちゃ合う。うん。うん。俺どうしよう。うん、うん、うん。美味しいのよ。うん。わっさびさ食べたね、ケンタッキー。なんだろう、でもお腹いっぱいになる、これ。わかる。油じゃん。うん。一個でいいな、俺。こんなボリュームあったっけ？ね。今日、翔ちゃん念願のね、富士そばの煮干しラーメン食べてきたね。うん。どうだった？普通。うん。たんざん俺になんか、富士そばの煮干しラーメンマジでうまいからと思って。20代の時の話ね。うんうん。20代、今も20代なんだけど、うん、前半の時の話。富士そばの煮干しラーメンが一番美味しいと思ってたのに、うん。味覚が変わってた。超えたんだね。来たか？来たが。ああ。本当に美味しいと思ってたんだよな。だってもういろんなところのさ、ラーメン食べてんじゃん。うん。まあでも、うん、あの値段で、うん、あの感じだったら全然あり、あのコスパはいいよね。美味しいよね。うん。まあ昔ほどの感動はなかったってことだよね。うん。まあでも今度から、ひょうちゃんからも、富士そばの煮干しラーメンの自慢話されることはなかったから、ね。まあそうね、そうね、そうね、そうね。今日、今日人生初の花屋敷に行ってきたという話をしようかな。どうよ。初めて行ってきた。花屋敷。どうだったの？いや、楽しかった。よかったよかった。うん。楽しかったよ。うん。だからサイズ感がすごいちょうどいい。うん、そう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 。それは思った、うん、本当に。なんか、まあ、でっかいさ、遊園地とかたくさんあるけどさ、うん、やっぱ疲れるのよね。わかる。歩くのがね。そうそう。全部見たいとも思うからさ。うんうん。でも、花屋敷なんて、全然、何やってんのよ。あ、もちまるがいる。もちまる、ちょっと、ちょっと。もう、ダメよ、もちゃん。もちゃん、もちゃん。もち、もち。何ポロポロしてんの？なんケンタッキーがポロポロしてたの。だからなんで普通に食えないの？普通に食べてた。食べてないじゃんよ。ごめんなさい。え、そうじゃないじゃん。ごめんなさい。いや、だからなんでこの下来てんの？まあ、そういう茶番はどうでもいいことですね。なんだっけ？花屋敷の話。でも、あんなにちょっとこじんまりとしてるとは思ってなかった。うん。想像以上にコンパクトだったね。うん、そうだね。うん。ああ、面白かった。マジで完全貸し切りでジェットコースター一人乗った。ああ、ね、そうだよね。ちょっと待って。やばい。一人乗ってんのおもろ。一人じゃん。うわー、やばい。
怖ー。まあでも楽しかった。恥ずかしかったけどね。ちょっとこっぱずかしいけど、ね、結局誰も見てねえしな。うん。誰も並んでないよね。誰も並んでない。一切待つことなかった。でも遊園地も大変よね。何が？お客さん来ないとき全然来ないじゃん。うん。地元の遊園地もさ、今どうか知らないけど、昔すんごいガラガラだったもん。うん。だよね。で、フリーパス買ってさ、うん。俺ほらジェットコースター乗れんじゃん。うん。もう何回も降りたら速攻入り口の方行って何回もぐるんぐるん回ってた学生の時。いや本当に人いなかったな。うん。ねでもあれくらいがちょうどいいわ。うん。一番良いと思うなんかデートスポットとかに。ね。一番いいと思うよあれ。待つ心配ないし。うん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 。あのうんうんうん。混んでもないし、うん、ご飯食べるところもね全然ついてるし、ね、あるし本当にガラッガラ言い方悪いけどガラッガラだからな、うんうん、席を取っとかないととかまずないしねどこでも座れる、うんうん、面白かった、うん、また今度誰かと行きたいな4人くらいで、うん、あなんかさ乗り物に乗るときにさ一人で乗るっていうのがちょっと寂しいじゃんまあ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 そううん、うん、まあまあまあかわいい。かわいい。いるね。いるね。怪奇現象みたいなのになってるね。うん。怖い。なんか、お化け屋敷のジェットコースターみたいなのあったじゃん。うん。俺も目つぶってたよ、ずっと。ほんと？うん。一番びっくりしたのがさ、うん、翔ちゃんが俺のここにもなんか、触ってきたじゃん。うん。多分、あーみたいな感じで、それが一番びっくりした。ほんと。何より。俺嫌なんだよね。お化け屋敷ってこと、うん。それでさ、翔ちゃんが触ってきたらさ、びっくりしてさ、あーとか言ったらさ、うん、マジで声出すのとかやめて。謎にすげえ怒られる。やんやんやもん。そしたらその後なんか自分が、とか言ってるもん。ひどっと。好きじゃない。お化け屋敷。もう一個あったね、うん、お化け屋敷ってないけど。歩くお化け屋敷の方が怖いな。怖がらしてくる姿勢が嫌い。お化け屋敷に。本当に。仕事ですからね。いや、嫌い。なんかお化け屋敷のバイトとか絶対したくないよね。うん、よくさ、一人でやってるっていう、うんうん、ところあるじゃん。あるね。なんかもう、いろんなところ行ってさ。そうなの？そうそう。従業員しか通れないルートみたいなのがあって、もう、脅かしたら次のポイント行って、次来るの待って、そこでまた脅かして、みたいな。やだな。めんどくさ。ここは絶対やりたくない。うん。うまいかも。これと、チキン。ああ、かけなかけな。これもあるよ、マスタードみたいな。いや。そうね。うん。すごいぞ、なんか。油がね。うん。べちょべちょでいい。いや、なんだかんだでさ、ん？食ってんじゃん。うん。三つ目。食うよ。すごいね。うん。お腹いっぱいって言ってたの。いや、そりゃあるから食えるもん。ほう。うん。中食わないもん。ほう。うんうん。お腹いっぱいでも食っちゃう。食べれちゃうね。何なんだろう、わかんない。なんか25とかでなんか食が変わりましたとか言うけど。うん。そんな気配一切ない。25は早くない？ 35?35 くらいじゃない？うん、まだまだこれからじゃん。まだまだ。30代前半まではまだ大丈夫だと思う。だよね。30代後半40越したらじゃん。ああ。食の好みとかも変わってくると思う。ああ。野菜が食べたいとかなる。ああ。うんうんうん。魚が食べたいとかなる。はいはいはい。に。美味しいな。うん。でもお肉食べてる人の方がさ、年取っても元気よね。なん、ほんとに？長生きしてるさ、おじいちゃんおばあちゃんでさ、なんか好きな食べ物、お肉みたいな人多くない？あー。結構いると思うよ。そうなんだ。うん。でも活力になるのかな？お肉の方が。ね。ね。何なんだろうね。晴れてきちゃったじゃんよ。うん。すんげえ晴れたね。うん。さっきまで雨降ってたのにさ。しぶしぶ帰ってきたのにね。うん。すげえ喧嘩しながら帰ってきたのにね。すごい、完食。すごいじゃん。うん。ま、ケンタッキーをものすごく綺麗に食べる人いるじゃん。まあ、翔太もわりかし綺麗に食べる。これは綺麗に食べれると思う。骨食べる人いるよね。うんうん。すごいよね。
ああ、なんかないかな。面白いこと。次の楽しみ。次の楽しみ、あれじゃん、ディズニー行くじゃん、今度。明日も飲みに行く約束してんじゃん。楽しみたくさんあるじゃないの。何言ってんだよ、この野郎。おい。おい。まあ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 。でも、うん、いや、いいや、それに関しては言わないわ。それに関しては言わない。だって、カットするってこと？いや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 、だって俺遊園地で100楽しめるようなタイプじゃないじゃん、どう見ても。いや、そんなことないと思う。いやいやいや。だってさ、言っていい？うん、今日だってさ、うん、俺が浅草に行きたいって言ってさ、うん、昨日までさ、すんごいなんかしびしびで、あ、浅草行って何すんのみたいな。俺何でも楽しみに行けばいいのとか散々文句言ってきながら、うん、浅草についてはあんたが、いいね、みたいな。なんか、日本に住んでるけど、日本に来たって感じ。頭悪い。頭悪いこと言うなって、本当に。何その感想？確かに確かに。いや、なんか京都っぽかったのよ。ああ、ちょっと旅行にね。そう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 。そう、あの、浅草駅周辺って。うんうんうん。わかるわかる。なんかさ、人力車の人たちもたくさんいたりとかしてさ。うんうんうん。あと海外の、やっぱ旅行者の人が多かったからさ。そうそうそう。ちょっとなんか、非現実的な感じのね。そうそうそう。光景だよね。やっぱりね。人力車一回乗ってみたいけどな。ちょっとこっぱずかしいよね。あれ乗ったないか一緒に。乗ってな。そっか。誰と乗ったの？え？何が？誰と乗ったの？いいだろ、別に誰だって。いいけど。イケメンのお兄さんたちもたくさんいたね。なんかね。うん。短パンが似合いそう。いや、そうよ。だってみんな、あの人たちってもう、短い。ああ、そうそうそう。ズボンでさ、日焼けしてさ。大変そうだな。いや、大変よ。大人二人とかさ、乗せて、走らないといけないんでしょ？うん。無理だね。おお。体力がね。うん。かわいい。今いいじゃん。だからみんなスタイルいいもんね。確かにね。うん。確かに。そりゃスタイル良くなるわ。ちょっと。ええ。回ってますよ、カメラ。前より、こうやって毎回やるよりマシだろ。え、なん、つまようじしないよね。しない。で、挟まらないの？挟まらないもんだって、俺。自信？違うよ。毎回嫌だよ、あんた。すぐ出れんのに、つまようじ出しやがってさ。シシシシやってんの。毎回毎回。よくないらしいね。何が？つまようじ。何が？なんだかさ、もう隙間が、できるのよ。だ詰まりやすくなるからさ。うん、ああ、え、うん、よくないってどういうこと？歯茎に良くないんじゃない？傷つけたりとかするし。じゃあ、詰まらしとけばいいんだってことでしょ？詰まらしとけばもう詰まんないじゃん。違和感があるでしょ？そのバカかもな。